これもしまんねーわ。こんにちは。こんにちは。リベちゃんでーす。アイダリボンちゃんでーす。アイダリボンでーす。まあ、お座りくださいって。私の部屋じゃないで。どうぞどうぞ。私はちょっと離れておくので、はい、どうぞ、その別品さんを、顔を、マスク取ってください。お願いします。はい。はい、アイダリボンちゃんでーす。アイダリボンでーす。はい。今日はね、シベリウスとね、ボン・ウィリアムスのね、はい、リハーサルがあってね、はい、はい、東京何年だっけ？東京3年目です。3年目か。はい。どうですか、東京は。楽しいですよね。楽しい。楽しくないですか？楽しいね。東京の、なんていうの？特徴というか、今作協も行ってるんだよね。行ってます、はい。作協は今年から？作協は今年からです。今年から4ヶ月目、うん、あの作協と協協の違いなんていうのは語れるものがある？男女の比率ね。男女の比率、うん、男子が多い、向こうは。こっちは女子が多い。あ、そうなんだ。男子が多いんだ、うん、男子多い。そう、うん、じゃあちょっと音もなんかムッキムッキ系の音がする。いや、それがね、やっぱ、うん、装飾が多いね。そう、そう、なんか、うん。じゃあ、音のカラーとしては、作曲の方が、なんていうの？柔らかい感じ。柔らかい感じかもしれないです、ね。強強の方が、荒いそうです。でも、密度がめっちゃ濃いっていう感じ、強強は。強強ですか？もう、一人一人の、もう、その力量をいかんなく発揮する。力量をいかんなく発揮してる。これはですね、あれですかね、みんなわがままなやつが多いって話かなっていう。そう、そういうわけではない。もう売れっ子のね、リボンちゃんだけどね。なんかこれあと、なんかすごいことになるんだって。この後、はい、そう、活動をちょっと活動、宣伝して。はい。来月の4日に、はい、札幌交響楽団でドボルザークのコンチェルト。ドボコン有名じゃない方のドボコン、チェロはね。有名、みんな知らない方のドボコン。でもいい曲だよね、あれね。そうですね、めちゃくちゃいい曲。すごい、私も好きです。はい。はい、その、だから前に一回京都でみんなのコンサートに来て、京京の。みなこんね。はい、みなこん来て、で、一泊だけ家にして、はい、で、札幌行ってコンチェルト弾いて、うん、もう一公演、砂川の公演乗って、で、うん、そのまま名古屋に飛んで、名古屋に一泊して、翌日飛騨に移動して、飛騨二泊して、それは何のお仕事ですか？それで飛騨室内学セミナーっていう、東フィルの金木先生がやってるセミナーを、手伝いに行く。今回はコンサートしか出れないんですけど、いつもはセミナー出て、先生たちと受講生と、一緒に弾いて、その先生と受講生の間のグレーゾーンなところ、グレーなところをやってるんですけど、特にやつかな。グレーなやつ。いや、違う。そんなことないな。よく笑うね。よく笑う、まあ。それで、その後は。それでその後は斎藤記念に行きます。斎藤記念に行きます。はい。はい、それがもう8月の。そうですね。8月の9日に入って。で、28日まで、うん、うわーってことはもう1ヶ月ぐらい家に帰らない。30泊。洗濯物どうするの、その間。ずっと洗濯しないような言い方で、ね、捨てていってるね。私が島村で買って、ああそう、前は島村で買ってたけど、あ、本当に最近島村卒業したから、もうザラになった。気捨てていってるわけだね、どんどんね。リボンぐらいになるとね。そう、なるほど。大変だね、でも外食とかね。そう、ね、そう、外食でも全然外食は大丈夫。大丈夫。ホテル住まいも全然大丈夫。大丈夫。さすがでございます。売れっ子、もうね、今、旬ですからね。シャインマスカットかアイダリボンかっていう。おっと、シャインマスカット大好き。大好き、美味しいよね。送ってくださいとか、そういうチャンネルじゃないのか。そういうこと私言ったことないんだけど。そういうチャンネルじゃないです。そうか、届くかもしれない。はい、そういうことでね。はい。はい、今最後にちょっと一緒に撮ろうかな。撮ろう。今だけマスクを外します、はい、という感じでね。はい。というわけで、アイダリボンちゃんでした。ありがとう。明日、定期頑張りましょう。はい、はい、頑張りましょう。ありがとう。よろしくお願いします。はい、なんか帰りも一緒に乗りましたけど、はいはい、なんか平助のファンだという噂を聞きましたけど、そうね、平助大好き、
お母様もなんか平介のファンだということですよ。そう、いつも2人でいいねをしてます。平介よかったね。会いたい。平介は門外不出なんでね。あ、そうですね、はいはい、会いたい時はうちに来てください。そうですね、ぜひぜひ、はい、ということでございます。はい、はい。